はい、次はトリル行ってみたいと思いますね。トリルっていうのは先ほどのハンマリングとプリング、これをですね連続して左手だけでこういう風に音を伸ばしていく、ルル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 ルってやつ、これをこんな感じですね。これをトリルって言ってます。ゆっくりやるとこんな感じ、しっかり叩いてしっかりプリングすることで音量が小さくならないようにしていきます。はい、じゃあ次5弦でやりますね。はい、こんな感じになるんですが、やっぱり低音の時は少しこう親指をこうネックのね後ろに置いてあげる方が薬指が立ちやすいですね。低音でやっぱりこう親指を上に上げるとね弱くなっちゃいます、力が。なので少しこう親指は後ろに置いて低音のトリルはやるようにしてください。で、中音域になったら、つまり4弦か3弦あたりになったら親指を少し上に出していっていいと思いますね。出していっていいと思います。で、高音域はこうしっかりかけて、親指を引っ掛けてやっても、もちろんクラシカルスタイルでこうやってもね、OK です。クラシカルスタイルの方が早い人と、こちらのあのロックスタイルの方が得意な人といますので、どっちにしてもしっかりハンマリングプリングを繰り返すようにしてください。はい、これだとね、ずっとこう薬で、やることになってしまいましたので、少し混ぜるのにですね、最初マイナーペンタ、ここからちょっとナチュラルマイナースケールで3弦からナチュラルマイナースケールというスケールになるように、してみましたので、行ってみましょう。まず小指で5と8をトリルする練習してください。これなかなか小指厳しいですね。はい、次は、まあ、5、7で先ほどと同じです。3弦からこれ4をね、人差し指中指、次に中指小指っていうのもあるんですけど、これはなかなかやらないですね。人差し指薬指で移動した方がいいと思います。つまり4、5は人中、次は、5、7は人薬、次は5、6、ここは人中で、6、8はこういう風に、人差し指薬指でこう移動しますね。ただね、練習のためにこう中指小指でこうトリルの練習をしてもいいんじゃないかなと思います。で、1弦5、7、これは人差し指薬指、次の7、8は人差し指中指というのが一番しっかり弾けるんですが、これも練習のために一薬って言ったので、今度は薬小指でこうトリルの練習をしてみると、こう小指の独立の練習になるんじゃないかなと思います。はい、これがね、トリルの下からっていうバージョンです。低い音からこう入りましょう。こっちのね高い音から入っているトリル、もう続けちゃった後は大体一緒なんですけども、入りが高い方の音になる、5と3がありましたら、この5の方、高い音の方から入るトリルもあるんですよ。こっちも練習しておいてください。はい、トゥル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 、75、次75、3弦は75ですね。で、次18、プリングから入ります。先ほどのは下からハンマリングから入りました。今度はプリングから入ります。この2つのね差もしっかり覚えておきましょう。ではですね、先ほどのマイナースケールを下っていきましょうか。このね、最初87、次は75、86、65、3弦は75、次54、次75、また75、ここから Am ペンタでしたね。小指で頑張ります。85。はい、これがですね、ちょっとトリルの練習としていいんじゃないかなと思うやり方です。整理をすると、ハンマリングプリングの連続ですね。なりますが、ハンマリングから入る方とプリングから入る方があるってことです。まあ、あの、フォームもハンマリングとプリングと一緒ですから、この辺連続できるように体力をつけるというだけですね。これがトリルのコツでした。では次、チョーキング行ってみましょう。